近接航空支援は、火力支援目的に行われる、航空作戦。第3次中東戦争時のイル -28、ビーグルベトナム戦争時の R-1G コブラガウ -8 アベンジャーで射撃する、A-13 ダーボルト2火力支援という、性格上、最前線で活動する、味方地上部隊との綿密な調整と、攻撃機に対する厳格な統制が必要とされる。これは、 車爆撃の効果を最大化するとともに、誤爆を防ぐためのものである。アメリカ空軍の場合、戦術航空統制センターが、統制中枢とされ、この例下に、各地上部隊に随伴する、戦術航空統制班を及び観測機に登場した、統合末端攻撃統制官が、前線航空管制業務を実施する。タスプには、必ず一人の贅沢が含まれるほか、場合により、 空軍との連絡将校である航空連絡官も加わることになる。これらの手法は多くが砲兵の間接射撃から導入されたものであり、ファクは砲兵の観測班に、タクは射撃式センターに相当する。攻撃機に対する管制は具体的な侵入経路の指示のほか発言弾やレーザー目標指示装置により攻撃目標をマーキングしたり、 地理座標系に基づく座標データを伝達することによっても行われる。近接航空支援による火力投射は、砲兵による支援射撃と同じカテゴリーに属するが、投射可能な火力の量と持続可能な時間において異なっている。すなわち、近接航空支援は、任意の場所に大火力を瞬間的に投射できる一方、特定の場所への持続的な火力投射には不向きという、 特性を有している。使用される機体は状況によって様々である。攻撃ヘリコプターは最も手軽な近接航空支援火力であり、また多くの国では陸軍の管轄であることから地上部隊との連携にも優れるが、対空兵器に対して脆弱であるという欠点がある。固定翼機の場合、通常は小回りが効く小型の戦闘機や攻撃機であることが多い。 速度は必ずしも重視されないどころか、むしろ遅い速度で所定の空域に対空し続けられる、特性や燃費の良さが要求されることも少なくない。さらに、低速で低空を巡航することは、敵の対空砲火にさらされやすくなることを意味するため、a 1 3 v 2二2 5フロックフットのように近接航空支援を主目的とする機体では、速度よりも、 ペイロードと防御走行が重視されている。現在では誘導兵器の発達により、B-52 ストラトフォートレスなどの大型機で航空から支援を行うことも可能になってきている。直接の火力投射としては爆弾、ロケット弾、空対地ミサイルが使用されるが、低空を飛行する小型機の場合は、機銃装射も行われる。近接航空支援そのものは、 空軍力の任務としては古典的なものであるが航空優勢の獲得競争という本格的な航空戦の開始とともにその重要性は相対的に低下したものとみなされた。しかしアメリカ海兵隊の海兵隊航空団は海兵隊の地上部隊の支援が主任務の一つであったことから近接航空支援任務を依然として重視しており研究を重ねていた。 この結果として開発された攻撃法の一つが、急降下爆撃であり、1927年に、ニカラグアにおけるサンディの戦争で、実戦投入された。急降下爆撃法及び、近接航空支援の運用法は、世界各国に影響を与えたが、特に、ドイツ空軍において影響が大きかった。ドイツ軍は、当時、陸軍の装甲部隊化を推進していたが、 支援火力を提供する、砲兵部隊の戦術機動力が不足していることが、手段の軌道を制約していた。そこで、支援火力を、近接航空支援に大きく依存することにより、気構手段の機動力を大幅に向上させうることから、電撃戦ドクトリンが採択されるに至ったのである。大祖国戦争にて、このドイツ空軍と対峙したソビエト連邦軍は、シュトルモビークと呼ばれる、 重装甲、大航径機関砲を装備した、近接航空支援を主任務とする攻撃機で、ドイツの電撃戦戦術に対抗し、成形策略弾頭を有するロケット弾を主体とする襲撃戦法で、ドイツ機構部隊を打ち破っている。第二次世界大戦後、西側諸国では、近接航空支援の任務を対地攻撃用兵装の、攻撃機や軽攻撃機が担当し、 近接航空支援専用機は、ほぼなくなったが、ロシア連邦ではその後も、シュトルモビークと呼ばれる、寄縮軍は存在し続けている。日本陸軍では、シュトルモビークに相当する任務を行う攻撃機を、襲撃機と呼称しており、軽快な低空運動性、低投裁量、低乗用高度、固定機関砲装備、走行装備が、航空撃滅戦を主任務とする爆撃機との、 主な違いであった。青木義とも、ミリタリー戦書1現代軍用機入門、イカロス出版13ページ陸軍航空本部第3課、陸軍航空兵器研究方針の県立1940年4月、アジア歴史資料センター、レフ、c 0 1 0 0五5 3 4 7 0 0ありがとうございます。